前回のあらすじ。だから何？冒険あるあるで、大きな岩山があると先に進めないですよね。そこで、勇者が必ず通らないと話が進まないといけないようなところに大きな山を置いてください。それでゲームが積んで我々の勝利です。なるほど、それは確かにいいかもしれない。よし、早速やってみよう。霊夢。かしこまりました。それでは部下を引き連れて、大きな山を設置しに行きたいと思います。頼んだよ。お任せください。おいおい、こんなところに岩があるぞ。ふふ、これで先に進めまい。広大魔王様は永遠なり。じゃあ壊すか。え？あー。さて、それでは先に進むとしよう。待っていろよ、大魔王広大。嘘。最悪だ。前回のコメント欄でどうせ岩を壊すんでしょっていうコメントをいくつも見て違う話に変更するか悩んだ結果、思いつかなくて結局これにしたバチが当たったのかー。そんな裏話は言わなくていい。とにかく広大魔王様に報告しないと。これで無事この城は守られる。トラちゃんのアイデアのおかげだよ。ありがとう。いえいえ、ところで広大さん、最近ツイッターに上げたスーツ姿、イケメンでしたよ。大魔王、作戦が見事に失敗しました。申し訳ありません。え、失敗？なんで？勇者一行の道を岩で塞ぐことには成功したのですが。したのですが？まさか。勇者にあっさり岩破壊されましたー。なんとなく予想してたけど、そんなバカなー。トラちゃん、どうしてくれるの？え？このままじゃ勇者来ちゃうよ。最強の部下はもういないし、トラちゃんなんとかして、なんとかしてくれないと二度取り返さないよ。それだけはご勘弁を。何か手を考えるんだ。大魔王様ー。勇者がやってきましたー。とうとう来ちゃったね。こいつ様ら、大魔王はどこだ？え？確か村人の情報によると、緑っぽい帽子をかぶっているらしいぞ。緑？え？大魔王、覚悟ー。大魔王様には指一本触れさせないぞー。さあ大魔王様、私と霊夢が食い止めます。大魔王は逃げ。はぁ？おい大魔王。え？大魔王？しらばっくれるな。緑の帽子。貴様以外大魔王はいないだろうが。え？ちょっと待って。僕じゃない。僕は大魔王じゃない。お願い。誰かー、助けて。こうして大魔王を倒したと勘違いした勇者一行は、満足してお城を後にしました。その後広大魔王は霊夢といい感じの関係になり、勇者が住んでいる村で幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。全然めでたくねー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。